こんにちは。平成29年8月号の WebTV アソプラスです。まずは嬉しいニュースからお伝えします。熊本阿蘇間で運行されていた観光特急阿蘇ボーイが、熊本地震の影響で地震後は福岡や長崎で臨時運行されていましたが、先月8日に久しぶりに阿蘇駅に帰ってきました。これは JR 九州と熊本大分両県が共同で行っている観光送客キャンペーンの一環として、大分から阿蘇駅までの運行を開始したものです。阿蘇ボーイは今年12月24日までの金土日と祝日、そしてお盆の日程で別府阿蘇と大分阿蘇間の2つのルートでそれぞれ1日1往復が運行されることになっており、阿蘇市の観光関係者たちは復興の道が開けたと喜んでいました。また6月17日には国道57号線の北側復旧ルート二重の峠トンネルの工事が着工を迎えまして、2020年の完成を目指して工事が進められています。さらに菊池阿蘇スカイラインも6月から昼間の片側通行ができるようになり、少しずつではありますが阿蘇へ向かう交通アクセスも充実してきていますので、ぜひ夏休みは涼しい阿蘇にお出かけください。続いてはオンラインショップアソモの旬な情報をお届けします。アソモンいいもんのコーナーです。前畑さんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。さてアソモでは現在お中元企画としてアソモオリジナルのギフトセット販売中です。6月16日から始まったこのお中元セット、前畑さん反響はいかがですか？販売からおよそ1ヶ月半が過ぎましたが、多くのお客様にご注文いただいてます。またお中元企画としては初めて送料込みのお値段となってます。クール便とか送料を気にせずにお買い物ができます。こちらにねそのパンフレットがありますが、中を見てみると今までにないあの商品がね登場したりして、見ているだけでも本当に楽しいパンフレットになってますよね。そうですね、今年は新たにアソモに登場した窯元 のコラボセットで洋菓子と和菓子の2つのタイプをご用意してます。ほっと一息できるお茶の時間を演出していただいて、プレゼントにもいいんではないかと思います。そして売れ筋としてはやはり定番商品 のベーコンや牛乳 のギフトなどが人気ですけども、夏ということで、阿蘇の厳選うどんそばセット と、あとはまた麺類でいうと大麦麺やクレソン入りのパスタのセットなどもおすすめです。ね、涼しげでいい商品ですよね。ではお中元ギフトセットの購入方法など詳しく教えてください。はい、お中元ギフトセットは期間限定8月25日までの販売となっています。ご注文はインターネットまたは、パンフレットを見ながらのお電話でも受け付けています。詳しくはアソモホームページをご覧いただくか、0967-23-6061 アソモカスタマーサポートセンターまでお電話ください。はい、そして前畑さん、アソモのホームページを今見るともうすでに新米の予約受付が始まりました ね、はい、ね、そうなんです。8月1日より、予約を受付開始しています。発送は9月の中旬から順次行っていきます。昨年の熊本地震では阿蘇の農地にも大きな被害が出まして、まだ今年も思うように米作りができなかった農家さんもいらっしゃると思いますが、前畑さん今年もね阿蘇の新米豊作になるといいですよね。農家さんの話によると今年はこれまでの天候に恵まれて豊作になるのではという話を聞いてます。また今年の新米は予約をいただいたお客様には先着で、新米のサンプルをプレゼントいたします。5キロ以上ご購入ご予約をいただいた方に、ご注文商品以外の銘柄の新米を2号から3号、それか、米粉の300g 入りの分となっています。
米粉の方は小麦粉のアレルギーを持った方には小麦粉の代用としても使われてますし、まあ、アレルギーがない方でも普段の料理にもお使いになれます。ダマにならなくて使いやすいですし、天ぷら粉とかに使ったらサクッと揚がって美味しいですので、お入りご使用していただければなと思います。銘柄が違うということなので、これで食べ比べもねしていただけると思います。今年も予約、新米の予約、ぜひたくさんのご注文お待ちしております。アソモンイモン、今回は現在、販売中のお中元セットと8月1日から予約が始まりましたアソの新米について前畑さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはお出かけ情報です。阿蘇市の夏祭りご紹介します。まずは8月15日午後5時から開かれる道の駅波の神楽園での波の高原納涼祭り。波のは阿蘇市の中でも標高が高くとても涼しいので夏にはおすすめの場所です。祭りではヤマメのつかみ取りや波の中学校による子ども神楽、また打ち上げ花火もお楽しみいただけます。そして8月19日土曜日、内巻商店街周辺で開催の阿蘇市民復興祭りです。全長600メートルの露店や移動動物園、プロレスでの復興イベントなどが予定されています。また午後7時30分からは2000発の花火が阿蘇の夜空を彩ります。さらに温泉街での祭りということで、19日20日の午後2時から午後4時まで阿蘇温泉観光旅館協同組合の対象施設で温泉の無料開放もあります。内巻商店街周辺で開催の阿蘇市民復興祭りは8月19日午後3時から8時までの開催です。詳しくは阿蘇市経済部まちづくり課までお問い合わせください。またその他にも阿蘇市では一宮門前町商店街で開催の門前祭や阿蘇市黒川での防虫地蔵祭りなどもありますので、ぜひ、暑い夏、猛暑日が続いて暑さに参っている方、涼しい阿蘇においでください。平成29年8月号の WebTV 阿蘇プラス、いかがでしたか。最後にご紹介するのは9月2日3日に開催される第7回大阿蘇元気ウォーク2017です。残念ながら昨年は台風接近のため中止となりましたが、毎年多くの方が参加される大人気のイベントです。 WebTV 阿蘇ではこの大阿蘇元気ウォークの魅力を紹介する番組を現在放送しています。申し込みが8月10日までとなっていますので、番組を参考にされてぜひイベントにお越しください。また当日参加も受け付けています。大阿蘇元気ウォークについて詳しくは阿蘇市観光課までお問い合わせください。それでは今月はこれで失礼します。さようなら。